きた。ああ、あなたはディスクをプレイしてください。あ、俺？これもしかして、俺だ。いや、あなたのターンだから俺じゃないかな。あなたのターンで使いたいけど。いや、全員。ああ、全員置くのよ。あ、ん全員置くの。ああ、じゃ置きます。えっと、どっち置くかってこと？そう、ドクロは一枚だけで、花は三枚持ってる。好きな方置いていいよ。なるほど。おお、ま、とりあえず試しにね、じゃ置きます。試しに。はいはいはい。これは言っちゃいけないと何を。言っちゃいけない。じゃありあえずくか置きましょうかね。おお。 ケンキが、ケンキに今できることは、さらにカードを自分のところに載せるか、あ僕自身がですかそうするとね、場に置かれてるカードの枚数が増えていくんだけど、それが嫌だったら、ゲームをここで、ゲームっていうかね、めくっていくんだけど、このカードを。めくっていくっていうのを決めれるの、毎回、だから今、ケンキじゃん。がもし 重ねたらさらに一枚重ねたら次の人が重ねるかゲームを開始するかを選べる。ああわかりました。じゃあ一回重ねようかなう。重ねてみる。うん。おおいった、はいうん。なるほどね。うん、そう。でこれで場に七枚カードがありますはいはい。で次の人が誰だ？吉永くんか。はい。で、うん、吉永くんはここでまた同じ選択があるんだけど、ちなみにその吉永くんがここで載せない場合何を言うかっていうと、はい。えっと場に花が何枚あるかっていうのを言うわけ。 ああ,だ,あ,あだから1<ー>1 1 1 1な1 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 1そうややや 1> だ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ドクロが三人1 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 1え1、うんはい、1そよ4枚い1 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 1ま1 1 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 1の1 1 1 1で1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 それはは何でもいい数字はちなみに2でも3でもいいんだけど、うん、とにかく最低これぐらいは花あるよねっていう数字を、まあ、言ってもいいしあの、うん、じゃあ言っぱとりあえずじゃあ2でやってみていいですか一回そう,そうじゃあ2でやってみて 2>, 2でいきますわ、うん、で、うん、誰の行引くかっていう違うそうすると次の人が、えっと、この 2, 2を受けて、うん、めくる権利をその使うかどうかを選べるわけ。 枚めくる権えっとねいや吉永君が2ってやったでしょで次の人は3以上言えばこの「めくる」っていうのに参加することができるわけああなるほどなるほどなるほどだから競りみたいな感じで最後まで突っ張ったやつが1人だけめくれるああなるほどそういうことかでこれを無事自分の言った数字分めくり終わったら1点入って2点取ったら勝ち ははは。うん。そう。な、まあ、それぐらい難しいんだけど。なるほど。同じ,同じ人が二点取るっていうい、ね。シンプルですね。<う>かなり。で、ここすごいポイントなんだけど。はい、うん。えっと、めくるっていう時に。一番最初にめくるのは自分のカードなのね。うんうん。ええ、ばれちゃうってこと。えっと、要は何が言いたいかっていうと。うん、例えば、二って言って、吉野君が二って言って、もしこの吉野君のカードがドクロだったら。うん。 ドクロだとして、で吉澤君の2に誰も乗ってこないとするじゃない。うん、うん、僕,僕僕いいですパス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 っ,って吉澤君がえ2で全員パスするの予定外だったなっつってペロってめくったらドクロっていことあるわけ。あはいはい。ああちょうど。うん？どう乗っちゃうんですかそしたら。ドクロをひえっ、ー、と自分のドクロを自分で引いた場合は4枚あるうちから好きなカードを捨てる。うん、捨てる？4枚捨てるな。 選択が減るってことかだから次のそうかけるその選択肢が減ってくああなるほどでまあ普通はドクロは残しとく相手を引っ掛けるためのカードもなると思うからでも何を捨てたかは誰にも分かんなくてでこれ相手のドクロを引いた場合例えばじゃあ吉野君が「2」って言ってじゃあ誰も引かなかった自分の分はめくって花でした無事で次にうん誰がいいかなじゃあカルビって言ってカルビの引いたらカルビがドクロだった場合は えとまあ、これオフでやってる場合はカルビが1枚引くっていう感じになるので引くっていうか捨てるっていう感じになるんだけど、うん、まあゲームだからランダムに1枚捨てられるあ、うんうん、ランダムなんだそうだからドクロ捨てられちゃう可能性もあって人のドクロ引くのは結構やばいう、ね、なるほどそうんうんうん。うそ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 う花がそう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 そいそう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 そそうそそう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 そ あー理解。何もできないってこと？髑髏。いや花を置いてあのめくり合いをするだけの人になる。うん。<ー> <laughs> ただめくるだけになっちゃうってことか。<laughs> そうでもそれは <laughs> いやそれは言わないよもちろん自分のドクロがなくなったことは内緒にしておくんだけど。<laughs> あうん。そう。だともう一個ルールがあってえっ、ー、と今健気が二枚重ねてるじゃない。はい。でこの二枚重ねてるやつは必ず上からめくんなきゃダメ。なるほど。おお。だから健気。ケンキ 上か下どっちがドクロなんだろうっていう読み合いが発生する。ドクロだとしたらね。あなるほど上はいけるかもしんないけど、下はドクロかもなとか。下は花かもしんないけど、上途中からドクロに変えたんじゃないかとか。うんまあ、いずれにしろあの上から引いていかなきゃいけないから、一番上がドクロと思ったらもう研究には触れないわかりました。で 研究はだからもし自分で2枚重ねて強気になんか数字をこう言ってった時に自分のパンなったら一番上からめくっていくから自分の2枚置いて2枚のうちどっちかドクロが入ってて自分がめくっていく場合はどっちにしろそれ2枚とめくんなきゃいけないから、うん、あのドボンになっちゃう、うん、分かりましたうん奥深いなん<ー>結構で,でか大事なのはこれその情報を う嘘の情報を与えていかなきゃいけないからその 2, 2とかの段階でパスってなるとあこいつドクロだなってもうすぐ分かっちゃうでしょ。なる場に3枚もないって思ってるってことはないよなみたいな感じでこいつドクロだななみたいな感じで読めちゃうわけ、うん、だから本当はどくろなんだけど、うん、多分4ぐらい乗ってくるやついるよなっていう感じでブラフで3って言ったりして。 で、ちょっと次の人が無理して「あじゃあ 4!」みたいな感じで言ったのをこうちょっとなんて言うんだろう事故らせるみたいなそういう駆け引きだね。うん完全に理解した。はい。じゃ試しに OK? となく。やって覚えよ。うん多分あとやっていけばなんとなく分かる。やれば多分分分かる。そうそう。やればなんとなく。そう。ちょあの、言葉で言うと複雑に聞こえるんだけどやるとすげえ簡単だから。 じゃあやってみましょうか。うん。今四って言ったのかな？僕四で再現しました。うん。でハイタニがそれを受けて、はい。うん、えっ、ー、とパスをするか、うん。えっとあちなみにごめんもう一個だけえっ、ー、とパスをすると、はい。と時計回りにこう進んでいって、はい。でこの場合はえっ、ー、と吉田マくんかなが二って言ってるからその降りてない人のところにまた曲がってくる。うん。ああ。 でしょでパス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 って言ったらそう5か降りるかを選べるああなるほどなるほどで全員降りたら最後の大きな数字を言ってると孝君がめくっていくって感じはいうんそう1回パスしたらもう参加できなくなるから自分はあれですよねとりあえず5枚以上花がないかどうかを判断すればいいんですよねそうじゃあ俺はパスしますここパス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 ます。テオリーだよなじゃあ俺はパスする俺はパス あらさんパスで、カルビかなこれってどこで選ぶんいや、私ここ上に出てると思う多分乗っちゃおうかなおおいいねーじゃあパスで俺もこれ以上は無理だからパス五はだから六以上になっちゃうからちょっと,っときついなこれパスやな

でカルビがそれで最終的にめくる人、まあ、1人しかいないからめくる人は、うん、最終的に、ね、めくる人1人でめくり確定、うん、めくりたいけど自分がドクロだった場合に <laughs> まず自分のをめくんなきゃいけないわけあで黒ひげ危機一発みたいなもんでドクロが出た時点でそのチャレンジは終わっちゃうのよああ そう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 。こんな顔はだもう大丈夫だ。カルビなもう大丈夫だよ。もう分かったね。もう良かな。ミス良かった。うん。ああ、昨ミスしたことで役立つわ。これ良かった。良かった。良かった。ド動ンになった人から次はあのまたその重ねるかめくるかを決める。五って言ったらもう当然今俺残りの五人はあカルビはじゃ花なんだなって思ったよ。 確かにいや、そうそうだね乗ってこないだろう正直ねそうそういうこと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 わかったわかったうん完璧に理解したわ今のであよかった本当かなでカルビは自分のやつを選んで捨てる一枚まあそうですねわかるわかってくるカルビは多分何も考えずにどこか置いていいやいやそんなことない超考えてるわいや俺は一生懸命ノン